ジェイクが剣と戦う？今回は、剣 VS ジェイクの勝敗予想をしていきます。私はこの戦いは剣の圧勝だと思います。そしてジェイクが剣のかませになると思います。ジェイクはイシャドウのダメージはほとんどなかったと言われています。これは本気のジェイクでも剣には勝てないことを示し、剣の実力を明らかにするためなのではないのでしょうか。まとめるとジェイクは剣に圧勝されかませになる。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録お願いします。